2024年ワカサギ初釣り。何これメモって何？これ死んだこと。まあ、とりあえず行ったよね。15メーターぐらい。引いてんじゃねえんだ。おじせるってことね。あ、これもとりあえずこれで記録した。これでこれで、いや記録表現どれどれのわかんないですよ。ただもうどうもなんとかだったよ。これでいいの？これでトントントン見てください。そいつの激しくやって、ふわふわふわ。やっぱガイドを通した方がいい気がするんだよな。やってくれたみたいな。やってくれたなって感じですよ。で、多分こっちがちょっと上げるのに、うん、あ、違う、両方と押すんだけど、ね、どっちも上げるのは。ウィーンって上げるの。あ、上げてきた。うん。あ、すぐ来そうな気がするもん。マジで？うん。うん。一回、編みましょう。その操作覚えてください、まず。あれ、これ止まんだっけ？止まる。おそらく。おぉ！これ、いるんすよ。いるんすよって。それ、一回ガイドを。これ外して一回。これで。じゃねえで。よし。これで結構。ほら、それ。で、こう、こう。うん、これどういうこと？こう、こう、ファーンって。10、結構深いですね、もうここ。俺の方でこれで19メーター、20メーター近いですね。マジ？うん、いや楽しいな。これで釣れれば。これ本当この針の小ささにいつも悩まされる。でもまだ3回目だけどね。いやでもそんなもんす。自分の道具の時って結構釣れる。これが今あれだけど、ちょっともうちょっと落ちそう、そうちょっと落ちねえか。違うんだな、そっちとこっちで。で、これでこう、それもうちょっと大きめに切って振ってください。そう、あ、来てる来てる来てる。そう、その時には一回上げて下ろして、そしたら、そしたらビーって両方。あ、釣れてるね、これ。重い。なんか音じゃねえんだ。離せとかなった。やったらそれ。あ、これ釣れてる釣れてる。イエーイ。もういいですか、俺。あれ、軽くなったか？いやいや、入ってる入ってる。おいー。おい。ナイス。イエーイ。ってことや。これを。うん、おー。おぉ、で、またフリーにして。なんか面白いかもしれないな。あれ、なんか出ない。その時は、ここらが多分引っかかったんですよ、あの、金物が。なるほどね。この魚すごくいいんですよ。マジで？うん、いるけど、下の方だから誘わないと。アピールしないと。うん、アピールしないと考え。おぉ、2丁2丁っすよ。ダブル。これ、動物行くのみんな普通っすから、これ。嘘、ほんと。おぉ、いい角じゃねえの。そっちも釣ったの。こっちも釣りました。
お、でかでっけえ。お、でかいっすね。来てもいいけどな、そっちも。ねえ。うん。お、来た？あ、来てんな。うん、いいっすね、いいっすね。来てんな。多分。多分来てる。おー、いいっすね。痛い痛い痛い、一番下にいた。ですよ、合わせちゃって来たな。おお、俺のとこにも魚が来たかな。来た、寄ってきた。来たかな、今。そうすると美味しいですから。ようやく。ほら、来たべ。いいっすね。いいっすよ。来たぞ。いや、表情よりも釣れてんね。ほら、おでかおでかい、でかい、違うもしれない。こういうのも釣れてくれて楽しいな。うー、さっき逃げたらまだ泳いでやがる、ここで。あれ上がってくるときに抜けてる可能性がある。俺のこの島の場合だと上げるスピードも調整できたりするんですよ。これいいやつだね。いや、良くない良くない、変わんない、同じレベル。釣ってんすよね。ああ、で、ダブルツード汗ですよ。嘘だって、あ、離されるみたいな。お、ま、あ、まあまあ、あ、そうでもねえな。なんかさっきから下ばっか食ってるな。あれ、ビクビクいったらもう合わせた方がいいんだっけ。うん、合わせた方がいいですね。合わせて一回上げると、あの、変な動きするんですよ、宝石が。
戻んなかったり、うん、そうするとかくってますから、うん、餌変えてもいいぐらいが欲しいんですよ、うん、回っちゃいけないんだな、一番下だね、うん、そうなんですよ、でも下に釣りかかるっていい釣りだと思うんだよ、いいっすね、いいっすね、いいっすね、乗ってる乗ってる、その先見ると分かりますなんか遊んでんな、結構手でなんとなく分かってくと思うんですよ、うん、重いような気がする、なんかね、アドリくんだけど飲んねえのが多いんだよな、おそう簡単だよね、ピクピクって言った時にはキュッてやった方がいいですよ、うん、そうやってんだけど、その後がピクピク来なかったり、これはあれ今分かんなくなった結構やりますから生きてる分かってきた、どうもすいません見てなかった、いやこんなのあったげんだわ、めちゃくちゃ、桟橋に着いたら、あれその時ライフジャケットなんか着ねえよな、着たよ、着たかな、着ねえと思うんだよな、で桟橋で起こったぞ、ああ桟橋って着いたら船がどんどん離れてピーってまだないんだよ、帰ってんじゃん、何月
何月頃だか、まあでも別に学生の時です、うんうんうん、で手漕ぎボートでなんとなくやってたんですよ。でも魚釣れた、足がもうどん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 腹出るで帰ってきたと思って、自分どう思ったのその時、あれ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 って思って、うん、でその後ろの人が押さえてるとかそういうのも2人とも何もないから、うん、ああもう各自そう、うん、つけばすぐつけんだめ見える。じゃあもう足が限界来た時にもうドボンドボン、あーダメ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 、えい、でかいでかい、やった久しぶり、やっぱ餌なんですよ。来てんのか、いた、よかった。そうそうそういうのあるんですよね、インドカエビで。二条行ったでしょ。行った。十分。行ったな。50行けば今日は目標はとりあえず50っすね。そうだね。いや移動ですよ。なんかもう上げと。これ上げと思ってないですから。そうそうそう。だから今確認したけど、半分釣れてるこれ。まあ持ててる持ててる。サイズある。おい。いやでも釣れることが大事だから。軽量もそうだよ。そう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 。あ、いいんじゃないですか。いいよな。それ来てったもん。でけえでけえ遠くないそれを一ギア干し冷蔵庫でして、うん、で塩焼きにしていくんですって次の日。そうすると甘いめつけて、うん、そうするとししゃもよりうまいです。うまそうだね。おお、でかいでかい。よしよしよし。いいだ。あー、くそ。これで155。で、フィニッシュです。フィニッシュ。何釣れれば楽しいよな。で、私は50匹ぐらいかな。40、50。まあ、3回目でこれだけ釣れば満足です。十分です。十分です。よし、お疲れ様でした。